令和2年9月、大府市明成町に移転し誕生した大府市消防署協調出張所。その横には愛称大和防災学習センターもオープンしました。大府で想定される水害と地震の体験コーナーなど、ここでしか体験ができない施設がたくさんあるそうです。今回のスマイル大府は新しく誕生した市の施設協調出張所と防災学習センターを紹介します。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、では、まだオープン前ですけど、はい、体験で、中に入っていただきます。はい、じゃあこちらの方に受付をお願いいたします。はい、はい、今回は市内在住の平見さん親子にオープン前の施設を見学してもらいました。ではこのタブレットをお貸ししますので、はい、ぶつけないように、はい、大事に使ってください。はい、持つかな。上にかけてください。持っててね。いよいよ施設の中へ入場です。はい、こちらがですね、消防の設備の説明をしているところです。はい、こちらに消火栓とか自動火災報知設備の、モデルが置いてあります。で、今タブレットを渡しました。はい、はい、QR コードって知ってますか？知ってる。この部屋に QR コードが隠してあります。どこかな、探して、3人で探してみて。どこに？ちっちゃいよ、すごいちっちゃいよ。すごいちっちゃい。どこに入ってる？あったかな。あった。はい、じゃあそこやってみて。これをね、カメラのところにパンとしてみて、でその映像のところを、そう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 、はい、出た。受付で借りたタブレットを使って防災知識を高めるクイズを体験することができます。正解でした。もう一個あるから、もう一個探してみて。あった。はい、当ててみて。カメラのボタン押してね。余震が続いているとき使用を避けるべきものはどれですか？正解。はい、はい、オープンしたらもっとたくさん貼れます。はい、まだ今日オープン前なので2箇所だけです。うんうん、すごいね。はい、いいですか？はい。火災報知器や煙感知器、消火栓など様々な防災にまつわる機器について学ぶことができます。さらに防災学習コーナーは企業向けのセミナーや AED 講習、ワークショップなど多目的なオープンスペースになっています。絶対に中に。はい、これ何でしょう？おお、うちどの辺か分かりますか？ね、落ちたの。うん、そうだね、その辺だね。はい、この地図はオーブのへそといって、液状化、地震が起きたら液状化が起きるんですけど、難しいね。 あと水害の時に水がどれぐらいまで上がってきたか、過去のデータが入ってます。なるほど。で、ここで見て自分のお家がどれだけ危険なのか、危険でないのか、ここで確認をしてください。これですね。一番多かったのはいつなの？ここですね。ここの、これだね。平成12年です。これね、この網水色のところ。これまでに発生した様々な水害や地震などの記録をパネルで展示しています。この中には大府市が被災した東海豪雨の写真などもあります。大型のスクリーンに映し出される映像で、地震が起きた時にどんな行動を取ったらいいかを学べます。はい、じゃあ次のコーナー行きますね。はい、はい、はい、地震体験、こちら書いてある通り地震体験コーナーになってます。はい、はい、ここはね、地震体験者みたいに乗るものではなくて、ここで見てもらうものです。あった。訓練おすごい。
地震体験コーナーでは巨大地震により家財道具が激しく揺れる様子を客観的に見ることで地震の恐怖をリアルに体感し家具固定などの大切さを学べます。そうですね、食器棚というか備え付けなのでこう扉が開かないようにっていうのと、あと食器がこう揺れないように中でマットを敷いてっていうことはやってますね。続いては水害にまつわるコーナー。水害から命を守るためには大雨により刻一刻と変化する状況の中、最善の行動を選択しなければなりません。こちらでは迫力のある映像と音で避難行動の重要性を学べます。じゃあ行きましょう、次のコーナー行きましょうか。行きましょう。こちら水害体験コーナーです。大丈夫だよ。大丈夫、こんな音はしません。うんうん、ね、これ車、うん、お、車だ、ね、乗ってみる。車に乗ってみる。車は全然動かない、揺れないよ、うんうん、揺れない何か慣れとかない、何も起こらないから大丈夫だよ。何も起きません、うん、大丈夫てて、大丈夫。おー、すごい、水が溢れてきた。水圧体験車では水位が上がるにつれ水圧で重くなる扉を体験します。冠水した道路で止まってしまった車からの脱出は困難を極めます。はい、開かないです、ね、開かないですか、うん、開かないですね、はい、はい、なんでドアは開かないんですか。ですね、今水が溢れてましたけど、うん、車もですね50センチぐらいまで水が来ちゃいますとドアに水圧がかかっちゃって、うん、開かないです。押しても押しても開かないです。それがもっと1メーターぐらいまで上がってしまうともう完全に開かないです。うん、そういう状態を今経験していただきました。なるほど。で最後の体験です。はい、で中はこういうふうにデコボコになってます。あ、なるほど。ですから、お兄ちゃんは一人でもいいかな。うんうん、この壁を伝わって、うんうん、手すりを上がってその壁を伝わって行ってください。ゆっくり行ってください。はい、足元が見えない冠水した道路の歩きにくさとさまざまな危険が体験できます。なんか思わぬところに穴が開いていて急にズボッとね、本当だったら来ると思うと怖いね。うん、魚とかいたらもう食べられてる。やっぱり何も知らないよりもやっぱりこういうことがあるんだよって知っておくっていうのはすごく大事だと思いますね。うん、ね、すごいね、初めてだ。ここ、じゃあ今からこちらの部屋で煙の体験をしてもらいます。はい、今マスクしようとしてるけど、まあ、マスクがずれないように鼻と口をマスク当ててください。はい、はい、右手で壁をこう伝わっていきます。ずっと、はい、もう見えないからね、壁をずっと手でさすって歩いていきます。おー、すごい。はい、こちらは屋外の訓練施設で体験ができます。はい、どうぞ座っていってごらん。壁から手を離さないで、迷っちゃうよ。そういうところ行ってごらん。もし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 。はい、開けよう。はい、よいしょ。はい、出ていいよ、出ていいよ。あー、すごかったね。はい、助かったね。助かった。そうですね、中の写真とかやはり映像とかがこう結構大節市のリアルなものが使われていたりするので、すごくなんだろう、身近に感じるっていうのは良かったなと思いますし、内容も子どもたちがこう早くからこういうことを知るっていうのにすごく分かりやすかったので、ぜひぜひ皆さん、たくさんの人が来てもらえればいいなって私は思います。続いて協調出張所の施設をご紹介します。
こちらはですね、事務所になります。ここに勤務している人間がですね、普段はまあここで事務処理とかですね、湿度に対しての待機をする場所になります。通常この事務所におる形になりますので、ここで指令がかかったらですね、こちらの湿度準備室の方に移動することになります。こちらがですね、湿度準備室という部屋になります。本当はですね、ここに湿度の現場とかを示すモニターが設置されております。今までと大きな違いといたしましては、ここにモニターでもう場所とかが確定されておりますので、その場所を見ながらですね、ここで服を着たり火災の服を着たりとかですね、救急の服を着たりとかして準備をしながら場所を確認して、迅速にあちらの車庫があるんですけれども、そちらの方に出動することができるという部屋になります。一刻一秒を争う消防の世界、いち早く現場に向かえるよう施設の設計面でも工夫されています。夜ですね、やはり24時間勤務になりますので、交代で仮眠を取らさせていただきます。こちらが仮眠室になります。こちらがですね、仮眠室ということになります。今回新たにですね、個室という形で、準備をさせていただきました。指導がありましたらですね、すべて放送がかかるような形になっておりますので、放送がかかったらですね、職員が起きて先ほどの出動準備室の方に向かって出動の準備を始めるという形になります。また女性隊員向けの個室も完備しています。部屋の中にはシャワールームも備え付けられています。こちらは男性隊員用の浴室、一度に2人まで利用できる広さになっています。こちらがですね、トレーニングルームになります。消防職員やっぱり体力が必要になりますので、ここでですね、時間を見つけて、筋肉トレーニングをするような形で、準備をさせていただいております。またこの辺が消防士らしいところではあるんですけれども、懸垂場をですね、準備をさせていただいて懸垂ができるようにもなっています。あとは本来ここですね、空いてるスペースをやはり今救急の出動が非常に多いもんですから、この場所を利用して救急のシミュレーション訓練ができるような場所としても活用させていただこうかなと思っております。はい、じゃあ訓練始め、行くぞ、助けてください、助けてください、橋を仮定して、助けてください。市民の暮らしの安全を守るため日々訓練に励む隊員たち、こうした努力の積み重ねによって安全安心を提供することができます。はい、要求救出開始。ただいまの時刻12時01分をもって救出完了、12時01分をもって救出完了。以上、オブゴ1。出張所は主に共和地区とですね、長草地区を管轄させていただいているんですけれども、この施設を作ることによってですね、迅速な出動、職員も増員を図っておりますので、今まで以上のですね、消防力を市民の方に提供できると思っております。大府市の新たな防災学習拠点、協調出張所と大和防災学習センターへ、どうぞ皆さんも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。